VDP トムス9918、AVDP トムス9918、A トムス9918は、テキサスインストゥルメンツ社製の画面表示プロセッサー。もともとは1979年に発売された、同社の TI-99-4 に搭載するために開発された表示プロセッサーである。1981年に TI-99-4A に搭載された、 グラフィックモード2が追加された TOMS 9918A はパルや RGB 出力を持ったバリエーションの製品が作られ表示用のファ囲用パーツとして講述するようなゲーム機や低価格帯のパーソナルコンピュータに使われた。競技の意味では TOMS 9918は初代を指すが実際に外反され普及したものは TOMS 9918A であることから A のついた2世代目も、トムス9918と呼ばれることが多く見られる。上位互換チップとして、MSX パソコンで採用された V9938 と V9958、v セガマーク3の画像チップ315-5124がある。VDP トムス9928、a 像機製品のセカンドソースとして、ウエスタン、 デジタル社製の WD9918、WD9928、WD9929 がある。トムス9918、トムス9928、トムス9929の互換品として、仕様は同じで、D ラム一つあたりの容量を倍にし、チップの点数を減らした、トムス9118、トムス9128、 トムス9129があり、後期の MSX1 やアーケードゲーム基盤などに搭載されている。ありがとうございます。